どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、六角家に進行。途中尾だけの六角家介入もあり少し予定変更とかしたが順調に勢力拡大。今回はいよいよ尾だけ攻め、クリアにつながる一戦になりそうな予感。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は観音寺城制圧して終わったんだったな。尾だけは伊賀上の城攻め。これ斉藤家が攻めたのかと思ったけど多分尾だけが領地奪還に向かっただけっぽいね。てか冷静に見てみればこの兵力じゃ多分伊賀上の城制圧できないと思うんだけど。それならそれで隙ができるからありがたいな。火の城キープしないとまずいかと思ったけどしなくても良さそうだ。ただ前回総敵は壊滅してしまったから同様状態になってるぞ。90日同様だから3ヶ月間休養だね。その間尾だけや周辺の様子は見ようと思う。てか剣心さん同様状態なってるじゃん。武田家とバチバチにやり合ってるんだな。それならそれでこちらに来ないから非常に助かるんだけど。城主できるのがこの4人だけだから消去法で信と予算かな。早く制度改新腰上げして自由に変えたいところ。その前にきっちりと六角家と尾だけ吸収しないと家臣不足が問題すぎる。組頭も現状ほぼいないからな。あ、やっぱ撤退していった。何がしたかったんだろうか。斉藤家が尾だけに攻めない限りは周辺動かないかな。1ヶ月カット。今度は兵力貯めて出陣したみたいだね。公家の集金。ようやく終了みたいだ。よし、これで一気に維新上がったから制度改新の星上げできるね。これで城主変更も可能に。よし、ようやく総敵さん同様終了。これで火の城に攻め込めるな。ただ防衛拠点、どうしたものか。今が動く時ぞ。総敵さん短期でゴリ押ししよう。もう悩む必要ないだろ。さすがに短期は不安だから沢山城部隊王とも。お、元服。ついに来やがったか。大名と思えないような能力してるな。ちょ、不覚にも笑ってしまった。他力本願特性で草。まあ従属をメインにした PK ならではの特性とも言えなくはないが、それにしても見れば見るほど残念だな。さらっと流したけどさらに残念なのが来てた気が。火の城の戦い。伊賀上の城は尾だけが制圧したからこれが六角家最後の城なんだぜ。兵力差はギリギリ3倍あるかどうか。だが武将の能力は高くないな。一部隊平均も500ほどだし本当にゴリ押しでいけそう。工場戦開始。設備は聖楼2つ、忍び陣所、陣太鼓1つだな。本丸は陣幕。作戦的には聖楼に構ってると兵力えげつないくらい削られるから完全にスルー。唯一聖楼範囲ではない下の城門目指していくんだぜ。指揮ゲージもおそらく途中で部隊と設備破壊すれば間に合うはず。まさかの敵部隊動きなし。なら遠慮なくどんどん設備もらっていこうか。忍び陣所も援軍なし。このまま策破壊して城門戦に突入するんだぜ。防御力ダウン入れながらひたすらゴリ押し。なんかどこかで見たことある光景と思ったら立花家変で逆のことやられてたな。マジで弱点をゴリ押しされたら兵力差で押し切られてたね。そのまま総敵がゴリ押しで城門突破。サムネ軍神って書いたけどやってることただの脳筋だね。敵部隊壊滅前に本丸削りって終了。兵力差あるとこんな工場戦もできるのか。その分被害は多めだな。でも他の城回復と開発進んだと思うといいんじゃないかな。この城を制したは我らよ。火の城制圧。六角家滅亡。敵将。能力的に強いのは定頼さんくらいかな。無事成功。ようやくまともな城主確保できたね。火の城城主は定頼さん。城主相性で底上げすれば内政お化けだね。統率も高いから防御力高い質予想だ。距離的に将軍も不可能ではないのか。イベント何年で発生するか忘れたけど三好家に討ち取られる前に吸収したいところ。でもさすがに尾だけ優先かな。政策発令できるようになったら小二田も発令していくよ。
いや、定頼さん外交ポイントやばいんだが、能弁持ってるから爆速でポイント貯まるな。これは斎藤家使いたい放題。次の目標は清洲城、とりあえず少し回復していくよ。武田家が桜ボラ城攻め中。畠山家が奪われた城奪還に動いてるみたいだ。これで海路からの上杉家侵攻は当分大丈夫だな。守りに入らない勢力はすぐに滅びないからね。ただ問題あるとすれば武田家が帰り雲城まで制圧する可能性があることかな。そうなれば本格的に武田家と隣接だからな。さすがに武田家は上杉家問題もあるだろうし、いくらプレイヤーに殺意マシマシだといえ遠征はしてこないと踏んでるんだけどね。それじゃあ織田家に攻めていこうか。後方から出陣させて後で合流するんだぜ。結構辛い合戦になるかもしれないから、いつもより多めに出陣させていくよ。二部隊段階で結構出てきたな。できれば最低でも威風中は発動したいんだよね。城主部隊合わせれば八部隊ちょうどだな。名古屋城の防衛拠点でどのくらい防がれるかわからないけど巻き込みにも期待してる。城主部隊出陣して準備完了してないから効果発動しないかもな。心せねば。少し調整して斎藤家の援軍も一緒に連れていくよ。もう敵部隊も準備バッチリなんだぜ。布陣を始めよ。清洲城の戦い、気合い入れすぎてかなり兵力優勢だな。倍近くあるじゃん。特に道産の兵力が効いてるな。それに織田家は国衆多数、さすがに武勇者じゃきついだろうね。てかもう信長元服してたんだな。マップは両サイドに身のあるところ、道産と総敵を両サイドに散らしてそれぞれ弓使いながら突破していくんだぜ。交代しながらゴリ押しで余裕でした。でも思ったより被害出たな。大丈夫、大半斎藤家の被害だから。ひでえ。この勝ちで我が名は人丸。あ、やっぱ本丸準備完了してないと無効化されるんだね。ありえぬ。なんたることか。結果は城3つ、一気に織田家は瀕死状態に。これであとは一気に制圧していくだけだね。まさか簡単に織田家吸収してしまえるとは。やはり斎藤家との同盟関係が強すぎたね。ここからは総敵さん単体で鳴海城、他4部隊で名古屋城攻めてもらうよ。伊賀上野城は浅井家に援軍もらいながら攻めようか。攻城戦だから大名部隊いなくても攻城戦できるんだぜ。あ、浅井家従属可能なのか。でもあくまで対等な関係でありたいから従属はやめておこう。同盟もわけわからんくらい期間長いしな。さすがに心もとない数字だから後方から部隊出陣させてそれに合流させようか。各城城攻め中。そろそろ斎藤家呼べそうだな。定頼さんがポイントはめっちゃ稼ぐから気にせずに援軍要請できるね。伊賀上野城しれっと城主変わってるな。でもさすがに兵力差にはかなわないでしょうと予想。なら安城城が良さそうだ。亀山城は伊賀上野城攻城戦勝利すれば威風で取れるから出陣させないよ。それじゃあ斎藤家は安城城に援軍よろしく。折り合いがついた。城攻め、うまくいったわい。鳴海城制圧、名古屋城もミリだな。生け捕りとしたぞ。お主には使っ攻め落としたり。名古屋城制圧、総敵はそのまま騎乗したんだぜ。縄を撃て。あ、伊賀上野城防衛設定消えた。なら兵力のゴリ押しに変わるだけだな。てことは亀山城も攻めないとダメだから総敵さんが騎乗したら短期で出陣してもらおう。城攻めじゃ。三箇所同時攻め中。伊賀上野城が少しヤバそうだから援軍送ってるよ。そして本陣も建築開始。資金にだいぶ余裕出てきたからね。もう少し1城だ2城で戦うことになるだろうし、ま改造していくよ。安城城斎藤家兵糧きつそうだな。最悪周辺少し城主入れてるから援軍送るよ。城を制しました。伊賀上野城制圧。斎藤家、浅井家ともに援軍が壊滅したんだぜ。おかげでかなり早く滅ぼせていってるけどね。お断りじゃ。あ、タネジー。久しぶりの再会だな。わからない人はぜひ信勝さん編見てみてね。伊賀上野城制圧したことで隣接勢力増えたのか。
畑家威信高すぎでしょ。従属祭り。筒井家の火災も結構いいね。やべえ、結構ギリギリだった。兵糧真っ赤だな。城攻め、うまくいったわい。亀山城制圧。敵将、捕らえたり。寝返り士官でカズマスさんゲット。次でおだけも最後だから一気に主力ゲットできるな。すぐに援軍向かわせてるし大丈夫だと思う。聞いてください、城を制してみせました。安城城制圧。これでおだけ終了だな。はは、これでもっと脳筋プレイができそうだ。敵将、絡め取った。我が主が力を尽くす。誰かの嫁さん拒否。主力は特に拒否してなくてよかったな。感謝します。ぬおおお、最強の朝倉家完成だね。ここまでおよそ4年、総敵の寿命内でいけたんじゃないかな。どうやら斎藤家と朝倉家は史実では仲悪かったらしいけど、手を組んでたらこんなことになる可能性もあったのかもしれない。信長さん大名じゃなかったからまさかの組頭登用。それでも忠誠は絶望的だな。政策効果ですぐに信秀さん舞踊に設定できた。これで織田家の政策も発動だな。信長さんは家宝で釣ってなんとかなりそう。そうか、大名じゃないから家宝持った状態での忠誠じゃなかったのか。その代わり信秀さんがいつもの信長さん状態になってるよ。そういや義家さんが森名持ちだから忠誠上がるまで赤の武将は全員放り込んでいくよ。問題児構成施設となったのか。いろいろ従属できるようになってるところ増えてそう。維新も結構上がったからな。剣を申されよ。鈴木家もゲット。なら、そうなるよな。従う他はあるまい。こんなもんかな。てか従属多すぎて矢印すごいことになってるな。ぬおおお、いつぞやの大阪の陣シナリオの徳川家との同盟戦みたい。3話にしてとんでもない大きさまで拡大したもんだ。4年でこれだからやばいよね。最後に兵力確認。これでも北条家に勝てないのか。逆に言うと北条家と同じスピードで拡大してるってことだけどね。次回から本格的に脳筋わっしょいピーポーができそうだ。このまま徳川家も吸収したいところ。てことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。